おはようございます。ウェザーニュースキャスターの白井ゆかりです。10月25日日曜日の全国の天気をお伝えします。予想天気図を見ていきましょう。発達した低気圧はゆっくり東へと移っていき、西からは高気圧が張り出していきます。北日本の日本海側を中心に冷たい雨が降ったりやんだりで、また風も強い状況は続いていきそうです。ではお天気アイコンで見ていきましょう。高気圧に覆われていきます。西日本や東日本の太平洋側を中心に晴れのアイコンが並びました。秋晴れの空となりそうです。朝は一桁まで冷え込んでいるところがありますが、昼間は20度前後まで気温が上がっていきます。一日の気温差が大きくなりますので、体調を崩されないように服装でうまく体感温度の調節を行ってください。また北陸でも特に西部のエリアは明日のうちにわか雨の可能性があります。新潟でも強い雨やあられを伴う恐れがありますが、次第に雲の間から日差しが届いていきそうです。北日本は日本海側を中心に雨が降ったりやんだりのお天気、そして風も強く横殴りの雨にご注意ください。北海道の標高の高い山では雪の可能性があります。また太平洋側のエリアでも晴れたり曇ったりと変わりやすいお天気となりそうです。にわか雨の可能性がありますのでご注意ください。北日本は昼間も寒く、厚手の上着やコートが必要となりそうです。以上、全国の天気をお伝えしました。